この動画は仕様変更かバグかわかりませんが、フロントファントムが簡単にできるようになったので、それを練習したいゼルダ使いとそれに付き合わされてるスネーク使いの動画です。よろしければこの後も、ゆっくりしていってね。皆さんやっぱろう、霊夢よ、おいっす、マリサだぜ。早速だけど今回は緊急で動画を撮ってるわ。なんでもゼルダのフロントファントムが出しやすくなったみたいなのよ。フロントファントムってゼルダの前にファントムを出すやつだろ？そうそう、なんか今回のアプデで仕様変更なのか、もしかしたらバグかもしれないんだけど、そのフロントファントムがめちゃくちゃ簡単に出せるようになったのよ。それでゼルダ触ってない私にでもできるのかってことで今回呼び出されたわけだな。いやむしろその逆で操作精度の高さを買って協力してもらいたいのよ。いやちょっと待って、そんなことされたらゼルダ使いとしての私の立場がないんだけど。なんか変なことしたか？崖奪い確認して空母しただけじゃんか。それがヤバいって意味なのよ。あ、今更ですが諸事情によってこの試合はリプレイでお送りしております。しかし使いにくいなこのキャラ。いやゼルダ使いが多いこのチャンネルでこんなこと言ったら叩かれる気もするけど。っていうかフロントファントムの練習がしたくてマリサを呼んだのにそれどころか普通に押されてるんだけど。まあやるからには真剣にやらないとな。私はいつも全力だぜ。なんか全然見当違いなところで空母してしまった。よし、これならいける。あ、危な。っていうか落下速度遅すぎる。とりあえず BA クロールで帰れないかな。いやあったんな、今のでもダメなのかよ。ピンでもしてみるか。全然曲がんねえな。そやに聞いたと比べられたら全部しょぼく見えるでしょ。こいつ浮かされたら何したらいいんだ。な、何その崖への逃げ方。ここは掴んで前かな。はい、あと式こわ、ゼルダでそんな突っ込んでこないでよ。 B 技が扱える気がしないから突っ込んでいった方が早いと思ってな。今フロントファントムできたけど全く意味ないわね。DA っすよ。いやお前が驚くのおかしくね。ま、マジでびっくりした。新品の DA ってこんなに強かったのね。いやこれ当たんなくね。なんでゼルダ使いはこれをガツガツ当ててんだ。今のはステップから照準して近づきすぎて当たってない感じね。今くらいのパーセントだったらそんなに飛ばないからそのまま照準食う前が正解だったわね。ああ、惜しい。フレ戦でめっちゃやられたことや理解したのに。横スママジでふざけてるな。何してくるか予想がつかないからマジで怖い。あ、あれ崖下行っちゃうの。くっそ、回避上がりは読めたのに。後ろでいいや、陣でジャンプ誘って。いやマジかよ、空中機動力なさすぎる。スネーク感覚で空下で突っ込んできてもそりゃ無理な話よ。おお、横強めちゃくちゃ飛ぶな。空中攻撃、じゃなくてすかして前投げ。こりゃ無理だ、つけ焼き場じゃ当てられん。うわぁ、スネークだったら、もうパーセントがやばい、無理にでも取り、無理に大技狙う必要ないんじゃね。ゼルダ使いになることをおすすめします。それじゃあここでフロントファントムのやり方について少し紹介させてもらいたいと思うわ。さっきの試合で全く扱ってないやつに説明されるのも心外だと思うがそのあたりは勘弁してくれだぜ。また、今から紹介する方法は私独自のものなのでその辺もご理解ください。先ほども試合中に言ってましたが仕様変更なのかバグなのかわかりませんが、フロントファントムがやりやすくなりました。やり方としてはジャンプの踏み切りモーション中の3フレームから踏み出してから6フレームまでの間にファントムを先行入力っぽいです。スローで説明するとこんな感じだぜ。ちなみに約1秒に1フレームです。まず小ジャンプの踏み切りモーション。これが始まってから9フレーム以内というか正確に言うと地面から80センチ以下の地点で反転ファントム。80センチ以下で反転入力が成功するとこのようにファントムは地面に残しながらゼルダはジャンプの完成で移動。その後は皆さんの知ってる通りのフロントファントムになります。9フレーム以内の入力と聞くとなんとも操作が忙しそうだったり普通のキーコンじゃできないような気もすると思いますが、私はゲームキューブコンを使ってますが特に珍しいキーコンにしているわけでもなく、Y で照準した後さっと反転ファントムしているだけなので思ってるよりも簡単にできます。自慢じゃないですが私は NB クーダすらまともにできないですがこの入力はうまいことできているので、普通にスマブラしてる人ならちょっとやればできるんじゃないかなと思っております。ただ話すだけだと味気ないのでマリサとの試合を背景にお話しします。で結局このフロントファントムって何が強いんだ？よく言われてるのはゼルダ自体を守ってくれてるから飛び道具でファントムが消滅しないっていうのがあるわ。
わね。4の2段階目まで貯めると出てくる盾は当たり判定ありの無敵だから、それで飛び道具を受けてファントムが安全に繰り出せるっていうのが一番のメリットかしらね。今までお前がやってこなかったのには何か理由があるのか？まあ単純に操作が難しいのよ。それこそ専用のキーコンだったりなんだりあってね。一個の小技を磨くくらいなら基礎を固めろってマリサも言ってるじゃない？それで特にやろうともしなかったのよ。それで今回そんなに苦労しないでできるようになったからこんな緊急で動画を作ることにしたんだな。できるに越したことはないけど難易度の割に実戦でほとんど扱えないっていうのがネックだったからね。ただ私から言わせるとそんなに劇的に立ち回りが変わったりするもんじゃない気もするが、正直私もそう思ってるわ。というか今まで使ってこなかったから強みが分かってないっていうのもあると思うんだけどね。これから普通に使うようになったら何か気がつくことがあると思うからそれまではまた研究の時間って感じね。そういえばさっきやり方を紹介してたがよく調べたよな。お前ならそういうのめんどくさがってやらなそうなのに。ああ、実はこれ視聴者さんのブログの内容をそのまま丸パクリさせてもらったのよ。おいおいおい、勝手にこういうの拾ってきちゃまずいだろ。ちゃんと DM でお願いして OK もらってるから大丈夫よ。え、マジで？クロニクルさんも太っ腹だな。あ、いつもお世話になっております。いやーほんと、他人事みたいだけどこのチャンネルの視聴者さんはあったかいっていうか優しい人が多くて助かってるわねー。あ、話がそれちゃったけどこのクロニクルさんのブログではフロントファントムのやり方はもちろんのこと、そもそもなんでフロントファントムは起こるのか？っていう原理の話もしてるから、フロントファントムの仕様とかを詳しく知りたい人はこんな動画はどうでもいいので見に行ってみてくださいね。動画の概要欄にリンクを貼っておくから気になった人はそこからチェックだ。それじゃあそろそろフロントファントムの解説は終わりにして実況の方に入っていきましょうか。キー、今のは悔しすぎる。C4 と上上で崖を潰すのは上等手段だからな。いやー受け身取られなくてよかった。誰があんなの取れるか。それじゃあ一応3試合目ってことでいいのかな。ってあれ、ジョーカー？ふっふっふっ、私の登場よ。あ、そうだ、皆さんようこそ、アリスです。業務に紛れてピカティさんのところに登場したけどもうみんな忘れてるんじゃないの。そうだと思って今のタイミングで登場ってわけよ。まあ動き自体はあまり期待しないでね。ジョーカーは性能高くてそれに甘えてるだけだから。もうあんたらがそういうこと言ってもフラグにしか聞こえんわ。あ、今更ですが初見さんのために言っておくとゼルダは私というかウプ主ですが、マリサをはじめ他のキャラたちは全部デフォルトというもう一人の中の人がプレイしております。雑談してる余裕はあるのかしら。その復帰は横丁でいいわね。うわっと、そんなところで受け身取られても我ながらナイスジャンプ回避。いける。お、まさかそのまま上がってくるとは思わなかったわ。くっそー、今の DA 間に合ってなかったのか。使っておいてなんだけどめちゃめちゃ優秀な性能してるわね。そりゃみんな弱体化しろっていうわけだわ。あ、それはラッキー、ピンで締めたい。その1なら当たってもカス当たりね。むしろ当たった方が安全に帰れるわ。とにかく早いこと押し込みたい。くん、今のでも足りないのか。それは美味しくいただくわよ。さすがにその挙動は読めないわよ。こっち横スマの姿勢で食う前って避けられるのね。ほんとしぶとい。バースト技当ててなくてこのままじゃ自利品よ。これはもらった。え、えぐい、グー下落とし。なんかすっぽ抜けてたような気もするけどバーストしたならそれでオッケーね。キミストさもあってどうしたらいいのかしら。もうなんとしても大技食っていかないと。おっとびっくりした。なんでびっくりしてるのに掴みだけは通せるのよ。お手玉お手玉。無理にでも差し返したい。あれ？なんかうまいこといかなかった。それなのに弱でごまかせるってどんな性能してんのよ。ここからどうやって盛り返そうかしら。フロントファントムとかはいいから。やっとまやっとされた。なんか喋ってた？もう勘弁してください。それじゃあ4戦目行ってみましょう。フランが相手になってあげる。ガノン相手にフロントファントムは何の役にも立たなそうね。はい、すかししたすま。なんでそんな意味のわからないタクが通るのか私には理解できないわ。だろうね、フランにも理解できないもん。ねえねえ、見て見て、空母上がり。いや見てたけど。その場受け身だよね。ま、まずいまた好き放題やられる。はい。は、はっちゃ、今の全く見えんかった。最低空の上り空上だよ。おそらく人間には反応できないやつだね。あ、危な、ちょっと遅くて助かった。おお、普通に出せるようになった。このまま一気に押し切ってやるわよ。もらった。あ。
もう、これだから空したふりに行くの嫌なのよー。今のはさすがにごめんね、不憫としか思えないよ。つかみでいいや、そんで前、ピンで潰せれば楽だけど、回避がある状態だったらそう簡単には当たらないよ。下強、DA。空へ、空後は大ジャンプから2回出る。わ、忘れてた、全然後隙ないんだった。とりあえずファントムして。キャッチ好き。お、これは普通にうまいと思うよ。珍しく褒めてくれた、空後2回はもう学習したわ。鋼のメンタルで動かないで大正解。ファントムごとぶち壊すよ。それは後隙じゃないかしら？よし、ここで決めるわ。復帰阻止っていうのは相手をよく見て、やるものだよ。なんかもう最後はやりたい放題やったった感すごいよ。もう私が謝るので許してください。もう？フロントファントムの紹介じゃなくてあんたらのプレイが異常ってことしかイメージに残らないわよ。そんなわけでこの動画はどうだったかな？楽しんでもらえたら嬉しいよ。また次回の動画も楽しみにしてくれる方はチャンネル登録して待っててね。また別の動画でも会おうね。またね。そんなこんなで今回はフロントファントムの紹介に見せかけた新キャラお披露目&すごいプレイ集でした。いや悪かったって、いくらなんでもはしゃぎすぎたな。日に日にあんたの実力がとんでもないことになっていってる気がするわ。まあ戦闘力は、の位置にいるからな。は？はぁ？あんたそんなに強かったの？マリサの戦闘力はいくつなのか、それはマッチングしてご自分の目でお確かめください。